はい、たけしです。今ですね、スーパーマーケット来てまして、今大変なことになってます。いろんな棚からですね、食べ物、食料品がどんどん減ってます。なかなか買えない状況ですね。で、まあ全部が全部ってわけじゃないんですけど、リドルっていうスーパーマーケット結構大きめなんですけど、ここでどういう棚が、今なくなっているのかを、撮影したいと思います。はい、この辺の野菜とかはまあ普通にあるんですけど、まあちょっと果物系とかがですね、今ちょっとない感じで、ここからですね、もうフレッシュのミートはほぼないです。ブロックがちょこっと残ってるかなぐらいで、もう鶏肉、豚肉、ビーフ、もう全然ないです。この辺全然ガラ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 。反対側からソーセージのところもまあポツポツは抜けてますけど、その隣の方ですね、この辺とかもうレンジでチンして食べるのとかがもうほぼガラポンです。でさっきのところ戻って、こっちも、パスタとかレンジでチンするものなんですけど、もうこの辺もソースも何も全部ガランガラン、すごい状況です。こんなん見たことない。はい、缶詰コーナーもう全然ないです。あー、ちょっとツナ缶あるかな、ほとんどないです。ほとんどなし。でこっちも、オイルの横、この辺も、パスタコーナーですかね。この辺はちょっとライス系は残ってますけども、パスタの方とかもほぼほぼ、ソースはちょこっとあるぐらいで、パスタほぼないです。でこの辺デザート系のものですね、もうミルクとか、これは何ですだろう、あ、そうか、セミスキードミルク、まあミルク系とかですね、この辺もないですね。パウダーとかはちょっと残ってたりしますけど、はい、もう卵、うわ、卵全部ゼロです。卵売ってません。でこの辺はコーヒーか、コーヒーも少しあるぐらい、有名なものをみんな売り切れちゃってますね。ビスケット、あとは人気ありそうなシリアルはもうポンポンと入ってないですね。残り1個とかかな。お菓子とかはまだありますけど、でも普段に比べると、そうですね、この辺とかクッキー類はだいぶ少なくなってますね。チョコレートとかはまあ結構残ってます。まあチョコレート種類がいっぱいあるんで、まあまだまだ大丈夫かなと。で反対側がもうスナックで、こちら側は、ポテトチップス系ですね。この辺もまあ全然余裕ではないですけど、まあそこそこは入ってますね。でこの辺は赤ちゃん系のものですか、なくて、当然のようにハンドソープは全部ないです。ガラガラ。今イギリスのスーパーマーケットはだいたいこんな感じで、棚から食料品または、衛生用品、まあ、特にハンドソープですねが消えていってます。まあ、いつ来るかわからない状況で、まあ、不安ですよね。本日は3月15日今現在こんな感じです。動画見ていただきましてありがとうございました。